祝なめこ栽培キット10周年何問解けるかなネオなめこクイズ。うふうふう、皆さんこんばんは。今週も始まりました、なめこ&ダンボールなめこのボールなめこ日本ではなく、今日は特別番組。お相手はいつもうふうふ、みんなのヒーローなめこさんと、頭脳はダンボール、体は34歳ダンボールなめことマサルさんが感染対策を行いながらお送りします。というわけで特別番組なんですが、何やらアプリネオナメコ栽培キットのスタッフに我々呼び出されまして、ナメコさん何かご存知ですか？知らん。ご存知ない。何ですか？ご存知、ナメコさんも知らないなんて。こんばんは、ネオナメコ開発スタッフです。まずはナメコ栽培キット10周年おめでとうございます。ネオナメコ開発スタッフからも10周年のお祝いをしたいと思いまして、今回呼び出させていただきました。これからお祝いの儀をやります。あ、そういう系ね。なんか某天の声みたいな感じで聞こえてきましたけど、何ですか、何をやるんですか、お祝いの儀。アプリネオナメコ栽培キットでもらえる報酬をかけて、ネオナメコにまつわるクイズに挑戦してもらいたいんです。報酬クイズめちゃテンション上がってんじゃん。クイズって聞いて、クイズ好きなのそうなんだ。早速ルール説明に入らせていただきます。これからお二人には4つのジャンルのクイズに挑戦してもらいます。4つ、ジャンルごとに正解数が多い方が勝ちです。はい、ダンボールなめこさんが勝つと新型レア薬が、これね、はい、なめこさんが勝つと新型栄養剤がもらえます。紛らわしいけど、なめこが勝つと新型栄養剤、旦那めが勝つと新型レア薬がもらえる。そうです。はい、4つのジャンルがあるってことは、2勝2敗だと2つずつもらえるってこと。そうです。なるほど。4つのジャンルで獲得した報酬をネオナメコ栽培キットユーザーの皆様に合言葉を通じてプレゼントします。合言葉は番組の最後に発表しますのでお楽しみに。というわけで、お二人ともこちらの商品をかけて頑張ってください。はーい。どっちが欲しいんだろう、みんな平等に応援されている可能性はありますが。なるほど。じゃあ2人とも2勝2敗でいい感じで半分ずつ行くのかな。ダメ、初め強く当たってあとは流れでる形式、それよくない。ガチンコで。わかりました。じゃあ新型レア薬と新型栄養剤をかけてクイズ対決やってみましょう。それでは最初のジャンルはバルバツクイズです。イエーイ。問題の回答を今お二人の両手にある丸かバツでお答えください。はい、では早速ですが最初の問題です。なめこはフードを与えないと干しなめこになる、丸かバツか。正解はバツです。お二人とも正解です。おー、まあ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 。こちらの正解はカレナメコです。皆さんご存知のカレナメコです。では続いての問題に移らせていただきます。続いての問題、ネオナメコ栽培キットの秘密の薬機能を使うとナメコが一気に生える、丸かバツか。お二人とも丸で正解です。イエーイ。それでは続いての問題です。秘密の薬の待機時間は15分である、丸かバツか。なめこさんが丸、田なめさんがバツ。正解は丸です。なめこさんの勝ち。ここでですね、スタッフからゲームポイントの紹介をさせてください。ゲームポイント、今お二人の右側にゲーム画面が映っている形になります。秘密の薬の効率的な使い方について解説します。
まずテーマに生えているナメコを全て収穫します。それから秘密の薬を使用して一気に生えたところを一斉に収穫しましょう。その後15分フードを与えてまた15分後に収穫するのが最も効率的です。ぜひそのサイクルをお試しください。なるほど、短くなってたんだね。それでは続いての問題です。ネオナメコ栽培キットはテーマを変更すると生えていたナメコは消えてしまう？丸か×かお答えください。お二人とも丸。正解は丸です。ポイントとしてはテーマ変更前に必ず収穫するようにしましょう。では続いての問題です。このナメコの名前の読み方は片栗粉ナメコである。丸かバツかお答えください。片栗粉っぽい感じをしている。お二人ともバツ。正解はバツです。イエーイ。ちなみに旦那めさんなんて読むと思いますか？いやしいんす。なめこさんも悩んでいる様子。正解はですね、カタカゴなめこです。ちなみに、カタカゴは片栗粉のほぼです。あ、ほぼ。はい。じゃあ、あのデザイン自体は片栗の花なんだ。そうです。そうなんだ、もっとピンクのイメージだった。では続いての問題です。ネオナメコ栽培キットではナメコに属性がついています。その中でついてる数が一番少ない属性はニセである。丸かバツかお答えください。ナメコさんバツ、ダナメさんは丸。正解はバツ。完勝じゃん、ナメコ。ちなみに一番少ないのはカダイのカラ、現在3匹しかおりません。何ナメコがいると思いますか？激辛、うん、あとあの大きい激辛いるよね、ジョロキアみたいな。そう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 。あと辛いやつ、キナメコ。正解は激辛なめこ、関西風なめこ、玉ねぎなめこ。なんで関西風なめこは辛いの？辛口コメントを言うキャラクターという特性です。お後がよろしいようで、まだですね、ラスト問題あります。嘘、ラストだと思った。マルバツクイズラスト問題です。新型療薬、新型栄養剤は購入することができる。丸かバツかお答えください。ナメコさん上げ直しましたね。正解はバツ。お二人とも正解です。新型レア薬と新型栄養剤は報酬でしか獲得が今のところできません。なので今回この報酬である新型レア薬、新型栄養剤はとても貴重なものになっていますので、なるほど、お二人ともより一層頑張ってください。何回使ってください。というわけで以上で丸バツクイズ終了です。結果発表です。イエーイ。旦那目さんが5問正解。5問。なめこさんが7問正解。うわー、すごい。なめこさんの勝利です。完敗です。秘密の薬で負けた時点でもうやばいと思いました。ということで視聴者には新型栄養剤1本が配られることが決まりました。わかった方はお手元の
のボタンを素早く押して回答してください。なお、なめこさんの横に15個のテーマのアイコンパネルを用意したので、こちらから選んでください。で、なめこさんはこのテーマと指してお答えください。それでは最初の問題です。ミュージックスタート。はい、田辺さん。いつもの栽培室。正解です。続いての問題です。ミュージックスタート。イエイイエイ。続いての問題です。はい、
流木の海岸の保温器はどれ。流木の海岸の保温器書けましたか。はい、ではお二人ともフリップをお願いします。旦那目さん1番、なめこさんは2番、正解は3番です。俺も2番じゃんって思ったんだけど、2番じゃなかった。続いてが最後の問題です。夜の雲海の照明器はどれ。フリップにお答えください。書けましたね、はい、お二人ともフリップをお出しください。どうぞ。じゃじゃん、田辺さん2番、なめこさん2番、正解は3番です。2人とも正解。七夕だと思ったよね。これでこちらのジャンルは終了です。で結果発表、なめこさん1問正解、だなめさん1問正解で引き分けです。というわけでここでなめこ式じゃんけんで決着をつけていただきたいのです。望むところだ。普段ボールなめこ日本でおなじみのなめこ式じゃんけんという形態でお二人には勝負をしていただきます。ではグーチョキパーの例を一旦見せてもらえますか。グーチョキパー、はい、バッチリです。わかりましたね。ではじゃんけんでお願いします。最初はグーじゃんけんパー、あいこでグー、あいこでパー、あいこでチョキ、あいこでグー。今のグー。グー。で、俺チョキ。チョキ。なめこさんの勝ち。負けちまった。では改めてこの勝負、なめこさんの勝ちです。それではいよいよ最終ジャンルに入ります。最終ジャンルはフリップクイズです。ネオナメコ栽培キットにまつわる超難問を出します。正解をお手元のフリップに書いてください。ちなみに回答権は1回までです。頑張ってください。OK。 なんか旦那目さん書いてますけど、いや落書きでしただろう。では最初の問題です。ネオナメコ栽培キットは今年何周年でしょう。はい、いいですか。ではお二人フリップ同時にお願いします。どうぞ。ででん、ナメコさん7周年、ダナメさん7周年、ナナメコ仕様ですね。お二人とも正解、7周年です。やったね。これはバッチリですね。はい、現在配信されているなめこ栽培キットシリーズの中では、ネオナメコは最年長になります。では続いての問題です。2021年7月現在のテーマ数はいくつでしょう。なおちょい替えを含みます。それではフリップにお答えください。2人とも止まってますね。これぴったし合わせないと正解にならない超難問なので。なめこさん書き終わった。書き終わった、はい、ではフリップを出しください。どうぞ。なめこさんが23、だなめさん35、正解は51。遠い。なめとった。ネオナメコ栽培キットを当てな、なめとったで。クリスマス、お正月、バレンタイン、ひな祭り、こいのぼりなど、あらゆる季節のテーマをご用意しております。やべえ、なめこさん。いや、だって7周年で 51 ってことは、まあ1年で10個ぐらいのテーマが更新されてるってことですよね。そんなことないか、8個ぐらい。8個ぐらい、ね、7、7、8個か。いや、それでもですよ。いや、はい、続いての問題です。収穫箱、ファンシーケースでもらえる素材のケーキの上に乗っている果物は何。
はい、書けました。では一斉にフリップをどうぞ。 お二人ともチェリーさくらんぼですね。はい、正解はいちご。不正解。ちなみにアプリ内のちゃんと素材一覧リストを見ると名称がケーキかっこいちごと記載しています。なるほど。素材をタップすると簡単な説明文も見られるので、ぜひ素材の説明文もチェックしてみてください。はい、我々はいちごではないだろうと思うので、乗せるんだったらチェリーかなっていうね。はい、続いての問題です。このなめこはどこのテーマをお気に入りのなめこでしょう。なめこさん早い。では一斉にフリップをどうぞ。じゃじゃん。お二人ともウフステ。正解はウフステ。正解です。ここでゲームのポイントの紹介です。はい、ネオナメコではテーマが気に入りすぎてテーマにぴったりな姿になって生えてくるナメコがいます。そのナメコをこのテーマがお気に入りと言います。ちなみにウフステではノーマルナメコたちが全力でオタ活している姿が見られます。なるほど。では続いての問題です。このダンボールナメコはどの競馬ナメコでしょう。はい、それではフリップをお出しください。どうぞ。ダンナメさんが5周年、ナメコさんがナメコ市場駅前。正解はネオファクトリー。お不正解です。ちなみにダンナメさんのその5周年のテーマでは確かにダンボールナメコさん生えてくるんですけど、姿が紙吹雪をパーってやっている。あ、そういうことか。いたのにって思ったけど、あの姿はネオファクトリー。ノーマル姿で生えてくるのはネオファクトリーのみですね。ケンマナメコはそのテーマに行くと必ず生えてくるナメコになっているんですが、この製造機では生えないナメコも存在するので、そのテーマに行かないと出会えないっていうナメコも存在します。なるほど。それでは続いての問題です。ネオナメコ栽培キットでは製造機、粉砕機、抽出機、混合機など4つのパーツを組み合わせてフードを作ることができます。セットしたフードは栽培画面の右下の切り替えタブで使用することができます。さて問題です。この切り替えタブにセットできるフードは最大何種類でしょうか。はい、それではフリップを一斉にどうぞ。なめこさん40。正解は3種類。ダナメさん正解です。イエーイ。40はすごい。40はまあ登録してもいいけど管理できないでしょ。しょぼーんだって。ちなみに特別発注で複数のなめこを収穫する必要があるときに、あらかじめ3種類のフードをセットして切り替えてどんどん収穫するなどを試みてもらうのがポイントです。なるほど。それでは続いての問題です。スペードナメコが登録されている製造機の名前は何でしょうか。2種類ありますが、どちらか1つ合っていたら正解とします。フリップにお答えください。製造機の名前開けました。それではフリップをお出しください。どうぞ。ダンボールナメコさんがファンタジー製造機、ナメコさんが始まりの製造機。答えは男気製造機または冒険製造機。男気ちょっと迷ったんだよな。それでは続いての問題です。冒険製造機
器をグレード10にするには特別な素材が必要です。その素材の名前は何でしょう。画像を参考にお答えください。ではフリップをお出しください。どうぞ。ダナメさん、ナメコ石、ナメコさんがスーパーメタル。正解はナメコオーブ。迷ったんだよさっきも。ナメコオーブ、くそナメコオーブでよかったのか。ナメコオーブは特別ハッチをクリアすることで手に入ります。それではいよいよ本当の最終問題です。準備はよろしいですか。はい、では問題です。ナメコ栽培キットは何周年でしょう。フリップにお答えください。きっかけの可能性を考えてるかい。もう書いてるけどでも何周年。よろしいですか。はい、それではフリップを出してください。どうぞ。お二人とも10周年。正解は10周年。お二人とも正解です。ありがとうございます。終了です。おお、いやー、男にとなめこオーブ惜しかったな。惜しかったって別にクリップに書いてないから惜しいもクソもないですけど。結果発表、ダナメさん4問正解、ナメコさん2問正解で、このジャンプダナメさん正解。いやー、すいません、勝たせていただきました。以上で4ジャンルの全てのクイズが終了いたしました。改めて4ジャンルの集計を行いますので、その間にダンボールなめこさんとなめこさんに10なめこ栽培キット10周年のコメントを少しいただけたらと思います。なめこさん、じゃあ10周年どうでしょう。どうかな。人類繁栄ありがとう申しております。なめこさんがね、人類繁栄とおっしゃってくれたので、あえて私から何か言うことはないですけれども、これからも一つよろしくお願いいたします。皆様のおかげで10周年迎えることができましたので、今後ともなめこを遊んで栽培して収穫して人類繁栄に貢献していただけるように、一つよろしくお願いいたします。さすがですね、なめこさん。予習した甲斐があったね。なんかモリモリ予習してたらしいですよ、ね、実力。さすがですよ。いやでもね、これちょっとこれを機にちょっとネオナメコ栽培キットをもう一回一からやってみようかなと思いましたほか。あんなにテーマがあるんだったら全部ちょっと一個一個つぶさに見ていかないとって思いました。お二人ともお疲れ様でした。はい、それでは結果、ユーザーの皆様には新型レア薬を1本、新型栄養剤を3本プレゼントいたします。では気になる報酬獲得のための合言葉を発表します。ダボールなめこさんにお呼びいただきましょう。はい、僕が発表するんですね。お願いします。報酬獲得のための合言葉、こちら、じゃん、なめこテンス。テンツですよ、テンツ、ね、NAMEKO10TH 多分この辺に出てるはず。この合言葉をネオナメコ栽培キットの合言葉入力フォームの方に入力していただいて、アイテムをゲットしてください。新型レア薬が1本、新型栄養剤が3本プレゼントされます。みんなゲットしてくださいね。
どっかに出てた。なめこ栽培キットは10周年、ネオなめこ栽培キットも7周年を迎えることができました。ネオなめこ栽培キットは現在 WeWorks ゲームズで遊べるアプリの中では最年長のゲームになっています。今までたくさん遊んでいただきありがとうございます。これからも新しいテーマの追加など頑張っていきますので、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。最後の最後、いつも恒例ですが大事なお知らせです。番組の高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。さて、なんだかんだ楽しい時間はあっという間に過ぎてしまって、本当にお別れのお時間です。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。